はい、こんにちは。豆と申します。枯れたぶどうは残虐とともに、実況プレイ続きからやっていきたいと思います。お腹がめちゃくちゃ鳴り散らかす。なんか食べろよって感じなんですが、ちょっと入ってたらごめんなさい。どうやって入るの？窓の上からなら入れそうだね。でも、さすがに届かないよ。あ、そういえば1階の女子トイレに脚立なかったっけ？なんでトイレに脚立が？覗き見よ。マジで。いや、でも確かに小学生の時隣の個室見てた。それ犯人琴乃ちゃんでしょ？失礼な。私はマキにしか興味ないのに。答えになってないよ。ほほほほほ。はい。とにかくトイレに行ってみようか。オッケー。牧場。はい。絵文字、琴乃ちゃん、マキちゃん専用のために隠し持ってきてたの？脚立をトイレに。そうだったんですか。はい。確かロッカーの中よね。はい。バッチリンコ。じゃあ、まず今回も、脚立を手に入れた、マキちゃんを先に、登らせたいと思います。よし、戻ろっか。うん。はい。いや、もうね、2人になると、イベントがやばいですね。倍増で、ちょっと、楽しいでございます、さらに。さあ、ご褒美タイムでございましょうか。マキちゃん、先に登りな。私、下から見てるから。ここも窓壊したらどうしよう。大丈夫かな？大丈夫だった。よし、侵入完了。ねえ、思ったんだけど、帰りはどうするの？あ、脚立外じゃん。窓ガラスを割って外に出る。また壊すの？またってさっき壊したのはマキでしょ？それはひどいよ。冗談だよ。じゃあさっさと調べて帰ろう。担任の机は地球儀のある机ね。はーい。ということで、これでございますね。この前は、前回は、見つけた。立花ちゃんが入ってきましたが、今回はどうなるんだろう。なんて書いてあるの？あ、そっか。なんて書いてあるかまでは。やっぱり神父高校なんて嘘だったわ。そっか、ここで入ってくるんだった。あなたたち、こんな真夜中の学校で何してるの？あんたこそなんでいるのよ。計画はずれるけど、これでもいいか。計画ってなんだ？バンバさん、渡したいものがあるから、こっちに来てくれる？何よ。いいから、来て。私はマキ以外には興味ありません。言ったら、もしかしてバッドエンドなのかな。硫酸灯油かけられて燃やされるのかな。そんな、私そんな汁がある女じゃないけど行きます。琴乃ちゃん、大丈夫かな。渡したいものって何？口元笑ってる。そんなものないわよ。はあ？琴乃ちゃん、あんまり暴れないでくれる？あんた、自分が何してるか分かってるの？殺そうとしてる。やめて、琴乃ちゃんを離して。マキちゃんだっけ？あなたもかわいそうね。こんな汚れた女と友達になるなんて。わけのわからないこと言わないでよ。琴乃ちゃんを早く話して。知らないなら教えてあげる。神父高校殺人事件の犯人はバンバ鉄平、あなたの父親よ。バンバ琴乃ちゃん。適当なこと言わないでよ。適当じゃないわ。確かな証拠からバンバ鉄平が犯人だって分かったの。そしてあなたがその娘であることも。警察が分からなくて、なんであなたが分かるの？証拠は私の家にあった。私の父親は神父高校殺人事件の被害者だったのよ。私は事件の真相が知りたかった。そして父親が撮った写真にあったのよ。あなたの父親が犯人だという証拠をね。だったらその証拠を見せなさいよ。はあ、そっか。こういう時は証拠も持ってきた方が良かったわね。ふざけないでよ。はあ、怖い怖い。そういうところは父親に似たのかしら。血は争えないわね。待ってよ。仮に琴乃ちゃんが犯人の娘だからって琴乃ちゃんに罪はないじゃない。ないわね。はあ？だったら罪とか関係ないの。私が殺したいから殺すだけ。殺したい理由は人それぞれでしょ。助けて、マキ。琴乃ちゃん。さようなら、バンバ琴乃ちゃん。いや。バービー、バッドエンドから回収したいんで心が苦しい。逃げます、さよなら。ごめん、琴乃ちゃん。ああ、嘘でしょ、マキ。お、あら、かわいそうと思って殺さなかったの、もしかして。警察呼ばなきゃ。えっ、来ないで。もう、もしかして殺してるわ。琴乃ちゃん殺してからこっちに来てるわ。安心して、あなたに興味はないわ。どういうこと？なんてね。永遠に寝てなさい。首絞められてるような音がしますわ。なんでリゾーちゃん、見られたからお前も道連れよう的な。馬場さんと仲のいいあなたがいたから、せっかくだし試したらこのざまよ。簡単に友達を見捨てるなんてね。あなたはバンバさんに毒されすぎたのよ。さてと、死体はとりあえず隠してお母さんに報告しなきゃ。まあ、とりあえず復讐なんですね。はい、ただいまお母さん。あんた何よその格好。あのねお母さん、私お父さんの仇討ったんだよ。仇？ 18 年前のあの事件の犯人はバンバテッペって人だったの。それ本当なの？そう、しかも娘がいたのよ。まさかあんた殺したの？これでお父さんの仇が取れたんだよ。人違いだったのか。ほんと血は争えないのね。バンバ鉄平は私の元彼よ。そしてあなたの父親っていうのか。あなたの血のつながったお父さんよ。はあ、私が妊娠した途端に彼は私を捨てたの。嘘だよね。すべて本当よ。あなたはバンバ鉄平の娘よ。そっか。復讐を果たしたと思ったらバンバとシーナに立花、3人も遅刻か。立花ちゃんだけは来れるんだよね。お、立花来たか。早く席に座れ。どうした？まさか。いやー、やるのね、パパと同じこと。ねえ、なんか臭くない？だよね、ガソリンの匂い。皆さんおはようございます。そしてさようなら。ボーって燃えたんでしょうね。血は争えないのねって。仇を取ったと思ったらその仇と思っていた人の娘が自分だったって。バンバちゃんはじゃあ誰の、まあでもパパは生きてるもんみたいなことを言ってましたからね。はい、ということでなんか真相は分かったけどまだ終わりません。はい、なんとかどっちも生き残る、みんな生き残るエンドがあるはずなので、このままやっていきたいと思います。毒されたのね、逃げちゃってごめんよ琴乃ちゃん、次はちゃんと逃げずに。その前にまず行くか行かないかがあったよね。行かないにまずやってみましょうかの。はい、ということでじゃあ行くか行かないかのところまで、あ、エンド4、枯れたブドウは真実とともに。はい、真実は残酷でした。はい、ということでじゃあ行く行かないのところまでカット取ってようと思ったけどなんか始まっちゃった。あなた早くしないと遅れるわよ。ちょっとツルツルのおじちゃんがいますが、うるせえな、新聞読み終わったらな。ここはどこなんでしょうね。こんにちは。今日のニュースです。ニュースのお姉さん。今朝8時42分。なんとかりん。やばい、また読めない。教奨林。わかんない。助けて、教えて。の教室で火事が発生し、生徒28人と教師1人が、死亡しました。防犯カメラの映像から、立花理沙18容疑者が読まなくてよかったね。容疑者がガソリンを持ち、運んでいたことが分かり、出火原因は立花容疑者のガソリンとみて、県警は調査を進めています。また昨夜から行方不明となっていたなんとか高校の女子生徒ばんば琴乃さん、椎名真紀さんらが昨夜の高校の防犯カメラに門から校門に、校内にちょっと待って、校門に入って、ごめんなさい、ちょっと卑猥な妄想が頭にちょっとゲフン、校内に入っていたことが分かりました。お姉さんちょっと半笑いで喋ってるよ。どうした、仕事しろ。物騒な事件だな。ザクまた泣いてやがる、うるせえな。赤ちゃんの声がする。ちょっと何するつもり？何するつもり？黙らすだけだよ、うるせえな。DV じじい。もう耐えられない。その綺麗な後頭部をカチョンパしちゃったんですね。クリーンヒット。的に直撃しましたね。枯れたブドウは残虐とともに。待って、今のは誰の家族だったんでしょう。まだ出てきてないマキちゃんの家族か。お、はい、ということでちょっと終わるには早いから、いや今回はここで終わっときましょうか。キリが良いので。はい、ということで今回はここで終わっときたいと思います。次回はね、まずなんだっけ、リサちゃんに近づかないのと、どっちが正規ルートなんだろうね。近づいていって逃げ出さないがなんか正しいルートなのかな。はい、ということでそこからやっていきたいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。